みんなで一緒にモンハンライフのアートと言います。こんばんは。今回は観察依頼、流血症の地編です。他のマップに比べ難易度は少し高めです。それでは15番からです。目撃情報はスミカ、キャンプは16番からスタートします。16番キャンプに着いたらマップを開き、左上のガチャプの巣に合わせます。この時16番の依頼があるので、お供アイルは連れていきましょう。あとは正面に捉えて撮影すれば終わりです。続いて16番の依頼です。こちらはガチャプを引き連れているのが条件です。目撃情報は特に指定がありませんが、達成条件のところに壺爆弾を投げているところとあります。そのため準備するものとして、ある程度の装備、罠、不動の装備か天身の装備、これらを持っていくと撮影が楽になります。モンスターと対峙したら装備を使用し、罠を置いていきます。罠を仕掛け終わったら、アイテムは観察キットに合わせておきます。もちろんショートカットに登録しておくと後々が楽です。あとはなるべく攻撃せず、ガチャプーをカメラで捉え続けます。なるべく多く取っておきましょう。続いて17番の依頼です。目撃情報がエリアの1、8、11となっています。また時間は昼となっています。昼の時間は概要から確認が可能ですので、ぜひそちらもご覧ください。キャンプはどこからスタートしても変わりません。キャンプに着いたらマップを開き、エリアの1、8、11のいずれかに丸いアイコンがあることを確認します。もしなければリタイアして再びマップに来た方がいいです。エリアに着くとガチャプがバルノスに乗っています。エリアの外ですので見逃さないように注意しましょう。撮影の方法はカメラでガチャプを追いかけるのではなく、一定のルートを周回してきますので、カメラを周回のルートの場所に固定して撮影を行ってきます。また他のエリアでは大型モンスターが出ますので、隠れ身の装備を使用しましょう。こちらの依頼も複数枚撮影しておきましょう。これで流血症の地の3つが終了となります。ぜひ参考にしてみてください。はい、以上になります。ご視聴ありがとうございました。もし参考になりましたら、評価、チャンネル登録よろしくお願いします。